昔々のこと、7つ揃えるとシェンロンが現れ、願いを叶えてくる。信頼できる仲間、強力なライバルに囲まれながら、もっと強くなりたいと修行の日々を送っていた悟空。地球は謎の異星人戦士の侵入を許してしまった。Yeah!
目を覚ませカカロット。ほらここで育った孫悟空だ。この私ですら成し得なかった海王権をよくぞここまでも。しかし今のレベル海王様、悪い。敵が想像以上。
もうおめえはたけめ。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて生き返るってピッコロはし、クリリンさん詳しいことは。落ちこぼれだって必死に努力すりゃ。俺がまさか、カラクモ、サイヤ人の撃退に成功した悟空たち。よく覚えておけよゴミども、次こそは貴様らに奇跡はないぞ。クリリンとゴハン、そしてブルマは戦いの中で散っていった戦士たち。